の軍勢が近づいてくる。彼らの船は海を埋め尽くしている。侍たちはただの漁船しか持っていないが、圧倒的な勇敢に立ち向かう準備をしている。彼らの心には見えない力が自分たちを守ってくれるという信念が燃えている。海は深くうなり、空は暗い雲に覆われ、まるで自然の中戦線に日本の海岸に強大なモンゴルの軍勢が近づいてくる。彼らの船は海を埋め尽くしている。侍たちはただの漁船しか持っていないが、圧倒的な勇敢に立ち向かう準備をしている。彼らの心には見えない力が自分たちを守ってくれるという信念が燃えている。海は深くうなり、空は暗い雲に覆われ、まるで自然そのものが見守っているかのようだ。そして、すべての希望が消えかかっているその時、強大な嵐が突如として起こる。風は猛然と吹き荒れ、神は強大なうねりを作り、モンゴルの船は次々と海に沈んでいく。日本人にとってこれは自然の少量たちが与えてくれた贈り物であり、彼らはこれを神風と呼ぶ。つまり神風である。13世紀、日本の海岸に強大なモンゴルの軍勢が近づいてくる。彼らの船は海を埋め尽くしている。侍たちはただの漁船しか持っていないが、圧倒的な勇敢に立ち向かう準備をしている。彼らの心には見えない力が自分たちを守ってくるという信念が燃えている。海は深くなり、空が暗い雲に覆われ、まるで自然そのものが見守っているかのようだ。そして、全ての希望が消えかかっているのに、強大な力が強くなっている。
Thank you.
Hajóik ellepik a tengert. A szamurájuk, bár csak egyszerű halászcsónakjaik vannak, bátran készülnek szembeszállni a túlerővel. Szívükben ott ég a hit, hogy a szigetországot védelmező, láthatatlan erők velük vannak. A tenger mélyen morajlik, az ég sötét felhőkkel telik meg, mintha maga a természet is figyelne. És akkor, amikor minden remény szerte foszlani látszik, egy hatalmas vihar tör ki. A szél viharos erővel csap le, a hullámok óriásira nőnek, és a mongol hajók egyenként elmerülnek a vízben. A japánok számára ez a természet szellemeinek ajándéka, amit isteni szélnek neveznek. Japánul kamikaze.